お世話になります、ヒトリーでございます。今回は巨大マックス EV の期間限定レードが始まるということで情報を共有させていただきたいと思います。日付は5月19日火曜日から5月26日火曜日までということで、早速捕まえていきたいと思います。はい、じゃあいつも通り不思議な贈り物からですね、ここからワイルドエリアニュースを受け取るをやっていきますと。はい、こんな感じで受け取りましたらスタートですね。はい、じゃあ行きましょう。いつも通りね、出る場所はどの巣でも多分出ると思いますので、人に行きましょう。絶対一発目来いよ。あーダメか、さすがにダメか。はい、じゃあ次行きましょう。あ、夜のぞく2連続っていうね。いやー、また飛行タイプのやつかよこいつ。お、またこいつかよ。もうなんか同じようなやつばっか。いやー、またかよこいつ。あー、やだ、ダメだ。来ましたね、ようやく三つ星のやつ来ました。あ、なんかこれ EV に見えないな。なんか鳥っぽく見えちゃうな。なんかどうしても無限ダイナちゃんで行きましょう。声がやばい、最高ですねこれ。すっげえじいちゃんみたいな声だったけど。これ最高だな。巨大包容なんて覚えてんだ。マジか、メロメロ状態になるんだ、知らなかった。倒していく。オッケーオッケー。こういう相手が弱い時に限ってさ、味方攻撃してくれるんだよね。これあるあるですよね、めちゃめちゃ。リピートボールでいいかな。おっしゃ、一発で捕まえれた。これは嬉しいね、普通にありがたいよ。 EV ありがとう。アイテムは経験飴と、まあこれ普通っすね、ダイマックス飴とか、あと金の玉またありますね。やっぱ玉落っこっとしちゃったんですね。まあ他は特にいいやつないっすね。 EV 大事な玉落とすなよ。じゃあ先ほどの EV 見ていきましょう。あー、 3V ですね。やっぱめっちゃ声がいいっすね。はい、特性は適応力だから、これは夢特性ではないっすね。でも多分夢特性も出るんじゃねえかなとは思いますけどね。で、技は突進、手助け、つぶらな瞳、噛みつくという、やっぱり強くはないですね。で、慎重な性格ということでございました。まあ今更そんな欲しくはないんだけどね。はい、じゃあ5つ星のね、個体も捕まえたいと思います。おお、連続できた、奇跡だろこれ。で、イベントレイドではイベントレイドのそのポケモンが出たところでちゃんとみんなで挑戦やって、ちゃんとっていう言い方も変だけど、それで設定からですね、1日進めるっていう、あの時渡りのそのバグをやることで、そこなら別のポケモンがね、出せるっていうことがありますので、これで出していきたいと思います。まあ別のポケモンっていうか別の個体ですね、三つ星ですけど、まあこれで五つ星出るまでね、ひたすらやっていきたいと思います。オッケー、五つ星来ましたね、これは嬉しいね。さっき三つ星が連続で続いたので五つ星出てこないかと思ったんですけど、ちゃんと出てきましたね。無限ダイナで行きましょう。なんだこの声は、ハスキーボイスですよねこれ。なんとも言い難いような声ですね。あ、巨大包容やってきましたね。一応これメロメロ効果みたいのがついてるので、もし勝てないってことはないと思いますけど、無限ダイナとかの性別なしのやつにした方がいいんじゃないかなと思います。余裕で倒せましたね。こいつはピカチュウと違って麻痺とかになんないんで、まあメロメロにはなりますけど、他特にね強い技とかないんで、全然余裕で勝てますね多分。マジかよ、ていうか出る時も声すんのかお前。アイテムは本当に全然良くなくて、経験アメ XL も1個しかないし、全くいいのないんじゃないでしょうか。一応捕まえるまでやりましょうか。じゃあ無理か、さすがに無理か。あ、来ましたね、早っ、めちゃめちゃ早い。ここでまたね、時渡り使って5つ星出していきましょう。あ、来ましたね、早い。こいつもう捕まえちゃいましょう。この枯れた声ね、やっぱ最高っすねこれ、声だけ。オッケー、倒しましたね。リピボディ行こう。おし、ようやく捕まえた。お前時間かからせんなよ、ほんとね。また出てくる時の声聞きたかったけどね。アイテムは捕まえてもやっぱりね、全然変わらず雑魚アイテムですね。金の玉くらいかな、いいやつは。じゃあ見ていきましょう。あ、 5V か、普通ですね。やっぱ声がいいんだよなこいつ、声ポケだよこいつ。はい、じゃあ中見ていきますよ。適応力、また夢特性ではないですね。で、ステミタックル、手助け、甘える、アイアンテール。アイアンテール覚えてるってのは、まあ、なかなかなんか活かしてますね。まあ、特にでもすげえ珍しい技ってのはないですかね。能天気な性格でございますと。あと一応一体ぐらい捕まえとこっか。あー、連続できた。いや、これすごいな、運がいいな。めちゃめちゃ出やすくなってますね。なんかOK、
ケー来ましたね、ようやく。なかなか時間かかりましたけど。いい声だね、何度も言うけど。てか今気づいたけど、見た目にブースター要素強すぎじゃね。オッケー、倒しましたと。オッケー、捕まえれた。これは普通に嬉しいね。ちゃんと捕まえさせてくれてありがとう。はい、アイテムはやっぱり全然いいやつない。でかい金の玉きたー。これだっけ。はい、じゃあ見ていきましょう。 5V か、せめて 6V 超えよ。せめてっていうのもちょっと欲張りすぎだけどね。言えば来まして、相変わらずのいい声。逃げ足、うわーマジか。夢特性ではないですね。夢特性は危険予知なんでね。でもツイッターとか見てるとゲットしてる人もいるっぽいんで、多分出ると思います。技は全く変わってないですね。ずぶとい性格ということでございました。はい、ということで5月26日まで限定の巨大マックス EV のご紹介させていただきました。こいつはピカチュウの時と一緒で、レッツゴー EV のデータ持ってる人しかゲットできない特典だったので、特に夢特性はね、貴重な個体ではあるんじゃないかなと思います。で、巨大マックス EVが終わったら、つまり5月26日の9時から次回は巨大マックスニャースらしいので、こいつは早期購入特典のポケモンなんで、一応珍しくはあるんで、そちらもね準備するべきなんじゃないかなと思っております。っていうか最近の特典限定のポケモンの流れがあるじゃないですか。なのでゲームフリークに言いたいのは、ミュー出すよな。